行くぞ。行くぞ。書類はもう読めたよね。何か気になるものはあった？また犬探しかい？探偵所へも似たような案件がいつも来るらしいけど、稲妻では一体毎日何匹の犬が迷子になるんだよ。この件は上杉に任せよう。苦情の手紙の方が大事だからね。僕の頭を悩ませるぐらいだから、君に迷惑をかけるつもりなんかなかった。でもふと思ったんだ、君がいればなんとかなるかもしれないって。早く苦情の内容を教えろよ。サンゴからの苦情なんだ。彼女とは会ったことがあるだろ。万端サンゴ探偵所の所長だ。そうなんだ。この手紙には、僕が私利私欲のために権力を行使し、龍二事件の真相を隠蔽したって書かれている。まったく、僕がそんな奴に見えるかい？お、真相の隠蔽か？お前はやりそうだな。人を見た目で判断しないでよね。とりあえず探偵所に行って、膝を突き合わせて話をしよう。平蔵さん、やっとお帰りになったんですね。ご無事で何よりです。早速カツ丼を買ってきましょう。長い間帰ってませんでしたし、食べたかったんじゃないですか？それはまた今度にしよう。龍二、それより僕に何か起こればいいと期待していた人があそこにいるみたいだ。どうやらまた失望させてしまったらしいね。あらあら、これはこれは、名探偵鹿の井平蔵じゃない。何のことをおっしゃっているのやら。私は心配していたのよ。わざわざ見舞いの手紙まで書いて天領奉行に送ったわ。どう、上の人から褒められたかしら？ああ、参りました。また始まってしまったようです。サンゴ所長、今日は旅人も来ているし、時間の無駄はやめない。何か言いたいことがあるなら直接言ってよ。あら、珍しく話が早いじゃない。いいわ、私の要求は簡単よ。龍二事件の詳細を全て公開し、真実を隠そうとするのをやめて、この事件を私に徹底的に調査させてちょうだい。一つ、あの事件はもう解決している。二つ、奉行所が持っている全ての資料は公開済み。三つ。はい、そこまで。それで騙せるのは龍二くらいよ。この後に及んでそんな態度を貫く気なら、また天領奉行府に手紙を書くわ。この事件、私は諦めないから。ち、待ってよ、ちゃんと話してくれ。何が何だかおいら全然わかんないぞ。はあ、私が説明いたしましょう。何年も前、奉行所で悪質な殺害事件が発生しました。当時私はまだ天領奉行にいたのですが、亡くなったのは私がとても尊敬していた上司だったのです。いろんな理由から私は事件の第一容疑者にされてしまいました。これこそがいわゆる龍二事件です。それと当時の平蔵さんはまだ奉行所ではなく探偵所に勤めていました。その名も万端サンゴ平蔵探偵所。え、そんなことがあったのか。じゃあなんで平蔵は探偵所を離れたんだよ。龍二事件の後、
私はすぐに有罪となり牢に入れられました。幸いサンゴ所長が直ちに手を差し伸べてくださり、私の疑いを晴らして犯人を捕まえてくれましたが。でも当時の犯人は偽物に過ぎなかった。そうでしょ名探偵しかない。当時捜査があまりにも順調に進みすぎていたために、所長は真犯人が別にいるのではないかと疑ったのです。もちろん平蔵さんも捜査に協力しましたが、いつまで経っても進展はありませんでした。その後平蔵さんはいっそ奉行所の内部で潜入捜査をしようと決意し、それが探偵所を離れた原因にもなりました。最初は私もそう思ってたわよ。この鹿の院は私と同じく真実を追求する同志なんだってね。でも買いかぶりすぎだったわ。こいつは自分の信念なんて全くないやつだった。ただ官僚の地位に目がくらんで、そこに入る口実を探してただけ。ちょっと悪く言いすぎなんじゃない？その話いくつか訂正がある。一つ、僕が奉行所に入った頃には事件からすでにだいぶ経ってた。至って普通の転職ってやつさ。内部に潜入して調査しようとしたなんて勝手な憶測は一部の人の思い込みだ。二つ、僕も興味があったから奉行所であの事件について詳しく調べた。結論、サンゴが捕まえた人が真犯人で間違いなかった。三つ、サンゴ所長は僕の結論を信用せず、奉行所の持つ事件の全資料を公開するよう求めた。僕はその通りにしたし、隠蔽なんかしていない。以上。そんなの嘘だわ。でも今日は問題を解決するために来た。今日は旅人が僕の観察役なんだ。観察役には奉行所全ての書類を見る権利がある。もし彼が事件の再調査に協力してくれて僕と同じ結論を導き出したら、もう僕を疑う必要もないでしょ。へえ。おや、旅人ですら信じられないのかい？まさかそんなわけないよね。旅人の実力と品格は私も認めているわ。私が考えているのは君が横から妨害するかどうか。そんなものに興味ないね。決して旅人を誘導することなく、彼一人で真実を調査させると保証しなさい。問題ないよ、保証する。旅人、手伝ってくれないかしら。龍二事件をもう一度調査し、最後の真実を突き止めてほしいの。報酬については好きなだけ言いなさい。所長、報酬を好きなだけ。確かにお金は大事だけれど、真実を追求することこそ私が探偵所を立ち上げた意義なの。龍二事件は私が唯一失敗した案件。このためならどんな代償だって厭わないわ。お願いね、旅人。名探偵鹿の井平蔵、今に見てなさい。はいはい、分かったって。そんなに大声出して隣の子供が泣いたらどうするんだい。さあ奉行所へ戻ろう。行くぞ。行くぞ。ちょっと待ってて、書庫から事件の書類を持ってくるよ。その間君は向こうにいる大和田さんと話をするといい。彼は当時の事件を経験した与力なんだ。うん、いや誤解だよ、うん、君に調査してほしいんじゃなくて、君にしか調査できないんだ。君は僕の思いつく中で唯一サンゴが信用してる人だからね。
その信用は君の品格と能力の両方を指している。だから君の結論で彼女が辞めてくれることを祈ってるのさ。今は苦情の手紙しか出してないけど、今後は何されるかわからないからね。問題なさそうなら書類を取りに行ってくるよ。君は大和田さんのところで時間を潰してて。こんな風に暇をもてあそぶことになるとは、笑えるな。こんにちは。龍神拳。再調査してる人がいるってのは君のことだったのか。あれはもう何年も前のことだが、今思い返してみても印象に残る事件だったな。というのも当時の被害者は本庄のものだったんだ。高塚さ勇といってな、高塚さ家当主高塚さ進の弟だった。あいつはすごいやつだったよ。決断力があり、勇敢で実力もあった。私よりかなり年下なのに、すでに高い名声も手にしていたんだ。何事もなければ、今頃天領奉行の上層に座していただろう。そんな才ある者が、あやめられてしまうなんてな。そんな話で騙せるのは、君たち素人くらいだ。所内にそれを信じる者はいない。龍二は伊佐を父のように慕っていたんだからな。龍二は孤児で、署に来る前は外で臨時雇いの仕事や使い走りをしていたんだ。そんなあいつをどん底から救ったのが高塚さ勇だった。あいつは頭が悪く単純だったが、義理人情を重んじるやつだった。親切にしてくれたやつには自分もいいように接するってな。その上勤勉で努力家だったんで、高塚さ勇のそこを気に入ってずっと自分のそばに置いてたんだが、それから龍二は彼のもとに何年かついて回ってた。たくさん面倒を見てもらって署にまで呼ばれたのさ。そんな龍二があんなことをすると思うか。変だな。じゃあなんで龍二が罪に問われたんだ。オイラでも間違いだってわかるのに。そこが興味深いところなんだ。事件発生から1週間も経たないうちにまだ疑問点も残っていたっていうのに、龍二は有罪となってしまった。しかもそこには九条サラ様直々の署名があったんだ。え、なんでサラがそんなことを。私はもうこんな年だ。目も悪くなって見えやしないよ。何言ってるんですか大和田さん。そんなの見なくたってわかるじゃないですか。明らかに九条家の仕業ですよ。上すぎ。お前まで何言ってんだ。あれは署内の噂にすぎ、証拠だってないだろう。噂なんかじゃないですよ。旅人さんたちは知らないかもしれませんが、高塚家は名目上ずっと九条家の補佐をしていた家ですから、きっといつか成り代わってやりたいと思っていたんです。高塚さ勇様は九条家を倒す鍵だったんです。当時の天領奉行で彼の人望は誰よりも厚かったのですよ。もちろん九条家も負けてはいません。九条高行は古たぬきのような人でしたから、将来のことだって見据えていたと思います。彼がいる頃はまだ高塚家を抑えることができていましたが、引退する頃には勇様は政治家としての全盛期を迎えていました。それに正人様と鎌地様はまだ若かったので、一斉にかかっても勇様にはかなわなかったかもしれません。高塚家に座を譲ってしまったらどうなりますか。だから先手を打ったんですよ。若者は陰謀論が好きだな。陰謀論などではありません。九条サラ様のように公平な人物がなぜあんなにも早く龍二を有罪にする裁定に署名したのか、
これでしか説明がつかないでしょう。九条高行の命令で九条家は一刻も早く身代わりを見つけて事件を収め、高塚先に釈明する必要があったんです。九条サラ様を悪く言うつもりはありませんし、尊敬していますが、やはり組織の中にいる人間ですから。お前に何が分かるというんだ。九条サラ様にはきっとサラ様なりのお考えがあったに違いない。その人は城山という以前の施設の方位で当時は身を潜めていたようだ。しかし珊瑚所長の実力は確かだよ。すぐに彼を暴き出したんだからな。彼は毒物を混入した後で密かに龍二の家に置いてはめようとした。その後やはり王室で毒物が発見された。だがそれは死後のことで、彼の罪も遺書によって自白された。そうなんです。彼は珊瑚所長に目をつけられて間もなく王室で首を吊りました。おそらく隠しきれないと思ったのでしょう。もちろん九条高行様の命令でとは書かれていませんでした。何かしらの利益を約束されたためか、自ら罪を負ったようで、家族持ちだったからなのでしょうか。全く根拠のない無意味な話ばっかりだな。僕が思うに、その珊瑚所長って人はきっと高塚先に雇われたに決まってます。僕たちでさえ龍二が身代わりだって知っているのに、高塚先が知らないわけありませんよ。九条家を疑ったがゆえに珊瑚所長に頼んだのでしょうね。しかし手だれの九条家は城山を切り死なせてしまったのです。城山さえいなくなれば証拠も隠滅できますし、雷神様が来ても手の打ちようがなくなりますから。おお、君は伝説に言われる影の政治家なのか。誰にも官僚になれとは誘われなかったのか。まあ僕を誘わない人たちは損していますね。うん、なんだか複雑だな。書類を持ってきたよ。さっきはいろんなことが聞けたでしょ。でも全部信じちゃいけないよ。噂話なら誰にだって言えるからね。実際は紙の証拠の方が重要。ほら、これが奉行所が持っている全ての情報だよ。確認してみて。一つ注意してほしいのは、調査の過程でいろんな手がかりを見つけても必ずしもその全てが役に立つとは限らないし、最悪手がかりが使えないばかりか誤解を招くこともあるってこと。そして一つの手がかりから何も得られないときは、他の手がかりと照らし合わせれば重要な情報が得られるかもしれないってことさ。さあどんな結果を導き出せるかな。ちょっとおいらよくわからないけど、結果とかどうやって判断したらいいんだ。一般的にこれらの手がかりから導き出すのは、犯行動機を証明するものと犯行の経緯を証明するものだ。この2つがあれば犯人の罪を確定できる。じゃあ始めよう。君たちの推理を楽しみにしているよ。どう？結論は出た？進展があったら教えて。どう？結論は出た？どう？結論は出た？
上杉の話は間に受ける。あの二人、龍二が勇のことを、何しろ勇も彼には子供。旅人さん、調査は大変でしょう。あれから大変。平蔵先輩、サンゴは探偵所の所長。いえ、探偵所の所長、平蔵先輩は紛れ。どう？結論は出た？そんなに早く動機と犯行の手口が分かったのかい？すごいね。じゃあ動機から犯人の動機を証明した手がかりは何だい？個人からの書き置きによれば、個人の望んでいたものが毒だったかどうかは定かでないけど、両者の間には揉め事が起きていた。だけど、個人が城山の家族を盾にしていたことは事実であり、当時の状況を鑑みても、城山には十分な犯行動機がある。でも、城山は高司さん勇に世話になってたんじゃないのか？城山の家に需要のある食べ物を送っていたみたいだし。まさか、送ってたのは食べ物じゃなくて、他の何かか？パイモンはそう思っているんだね。やっぱり僕が解説しよう。後から分かったことだけど、高司勇は確かにその日、城山の家に需要のある食品を送っていた。でもその時の状況では、何を送るかは重要じゃなかったんだ。それ自体が警鐘を鳴らすための行為だった。俺はいつでもお前の妻に何かを服用させることができる。妻の身の安全が心配なら俺の欲しいものを手に入れてこい。なんでお前が解釈すると一気に脅迫になっちゃうんだよ。怖いぞ。お前の心は闇が深すぎるぞ。光の下で犯人を捕まえられるとでも思ってるの？つまりこの二つの手がかりで犯人の動機は確かになる。残るは犯行経緯だけだ。さて、どの手がかりで犯行経緯を証明するんだい？どう？結論は出た？死因は特殊な毒物だって検視報告書には書かれていたけど、毒物をどうやって飲ませたんだろうね。
城山が遺書で書いたように液体風邪薬に混ぜたのかな。それを証明するものが必要なんだ。新鮮感だった。さて、どの手がかりどう？決定。新鮮。さて、どの手がかりで犯行経緯を証明する？どう？結論は出た？この何も書かれてない研究にしかい？これ。正解。検視報告によれば、特殊な毒物が死因であることが確認されている。そして遺書では、城山が法医の身分を利用して、死者がいつも飲んでいた液体風邪薬に毒を混入したと説明されている。さて、これは本当のことかな？肝油に毒が混ざっていた可能性はないんだろうか？毒物の調査報告を見ると、白霜は水にしか溶けないし、米や肝油効能も毒物の単体にはなり得ず、液体風邪薬のみが的確であることが示されている。毒を無理やり別の物質に混ぜれば致死量を確保できないばかりか、発見される確率も高くなり、作戦が失敗しやすくなってしまう。だからどうやって犯行したのかもこれではっきりしたね。これに犯罪動機の推理を合わせると、うわー、犯人は本当に城山だったのか。そうだよ。どう考えてもはっきりしてると思うけど、サンゴは一体何を疑っているんだか。こうなるともうはっきりどころじゃない。はっきりすぎるぞ。おや、行ってみてごらん。解決してあげられるかも。どんな疑問が残ってるんだい？そんな細かいことに気がつくとは、さすがだね。今回の件とはあまり関係ないけど、一応説明しておくね。同じ九条サラが署名した有罪裁定で、どうして龍二は判決待ちの拘留となり、城山は死罪となったのか。君も奉行所の噂を聞いたことがあるかもしれないんだけど、事件発生時、上は高塚家のためにも身代わりが必要で、残念ながら龍二はその候補になったんだ。一週間もしないうちに、裁定は九条サラの手に渡り、彼女はその内容を理解し、署名して協力した。でもその説を信じる人は、やっぱり九条サラのことをよく知らないんだね。何しろ彼女は、天領奉行の中で最も硬直な人なんだから。事件にはまだ多くの疑問があり、犯人も罪を認めていない。彼女ならどうすると思う？つまり、彼女は署名すると同時に、本来であれば死罪であるところを牢屋入りに減刑したんだ。龍二は知らない間に死を免れていた。九条サラによる減刑がなければ、サンゴは今頃死者のために裁定をひっくり返そうとしていただろうね。サラが龍二のためにやったんだな。いやいや、誰っていうのは関係なく、これは九条サラが固く守っている心情なんだ。仮にこんな状況にあったのが、龍造や龍氏なんかでも同じ決断をしたはずだよ。
それは当時の相当な重圧の中で彼女ができる精一杯のことだったんだろう。誰かが上から駆除をさらに圧力をかけたのか。この事件は各所からの圧力があったし、多くの人の注意を引いた。何しろ被害者は奉行所の責任者で高塚家の未来だったからね。どうしてこれが九条沙羅が龍二を有罪にするように上から指示されたなんてつまらない噂で終わったのかはよくわからないけど。噂も陰謀論も全部嘘だ。でも九条沙羅は公明正大で心が広いからね。そのような噂を気にするどころか笑い飛ばしたんだ。自ら真相を明かさなかったからといって隠しているわけでもないってことさ。僕は事件捜査の名目で相談しに行ったからね。僕を信じてよ。この事件は隅々まで調べ尽くしてある。それについては僕も疑問に思っている。中身を見せたくない誰かがいたのか、城山が仕事中に破ってしまったのか。でもいずれにせよ、これは事件の要ではないよ。この前も言ったように、調査で出てくる内容はほとんどが有効な情報じゃないんだ。鍵になるのは、城山の犯行動機と経緯を確認したことさ。おそらく、調査報告が間違っていたんだろう。万国商会は外からの商人が集まる場所。毎日無数の商人が港を行き来し、勘定書の一つや二つ書けるのは当たり前のことなんだ。よし、三つの疑問についてはもうすべて説明したよ。奉行所が持っている情報も君はもうすべて確認したし、これで大丈夫だろ。それでも、やっぱりどこかが引っかかるんだよな。平蔵も奉行所の資料を全部見せてくれたのに。どういうこと？そうかい？どうして僕は奉行所を強調したんだろうね。やっとここまでたどり着いたね。さっきのでもう終わりかなと思ってちょっと残念に思ったけど、でもようやく僕の小細工を見抜いてくれたんだね。確かに奉行所がまだ把握していない情報がある。なぜなら僕がそれを握っているからね。そしてこの手がかりこそさっきの2つの疑問をうまく説明できるはずだよ。大医室の研究日誌にはどうして何も書かれていなかったのか。そして毒物の白島は一体どこから来たのか。へえ、おいら分かってたぞ。やっぱりお前は秘密を持ってたんだ。君には秘密がないの？ない。おいらは秘密なんかないぞ。場所かよ。この話はここではしづらいからね。ここにしようか。静かだし。さあ、見せてあげるよ。今まで隠してきた秘密。王室研究日誌の破り捨てられた部分をね。お前が隠してたのかよ。いや、それを破り捨てたのは僕じゃないよ。とりあえず内容を見てみよう。読み終わったかな。これで分かったでしょ。本当は白島を液体風邪薬に入れるなんて手口じゃなかった。その通りだよ。この白島は彼が開発したんだ。
まず彼は法医の身分を使って風邪をひいた高塚さ勇に特製の薬液を飲ませた。その薬液には酸性の果物や野菜の抽出物が多く含まれていることが検視報告書に記載されている。そして勧誘を高塚さ勇に渡すように龍二を誘導した。高塚さ勇がこれらを一緒に摂取したところ、致死量に達する白霜が体内で生成されたってわけだ。これこそ事件の真相だよ。なんだか怖いよな。病気を治す薬に効果で需要のある食べ物、全部いいものだったのに。どれもいいものだけど、混ぜれば危険なことが起こる。それは彼の本懐じゃないよ。このことを隠したいのは彼の裏にいた誰かさんだね。え、そんな人が本当にいたのか。この破れた研究日誌の紙をどこで見つけたのか興味はない。実は九条孝之の秘密倉庫で見つけたんだよね。事前に調べておいたんだ。城山は奉行所に来る前、九条孝之側の人間だった。彼が法医学を学ぶお金も全て九条家の密かな支援によるものだったんだ。どうやら九条孝之の投資は当たりだったみたいだね。僕が全てを知ったのはメガリレーが終わった後さ。あの時九条孝之は権力を失い、天領奉行も再編成されたろ。疑われないようにと九条さらは九条孝之の犯罪歴の収集を僕に担当させた。そして僕は彼の秘密倉庫で大量の勧誘効能を見つけたんだ。別に怪しいほどの量ってわけじゃなかったけど、僕は用心深く全部開封して確認してみた。けれど結局何も怪しいものは見つからなかった。あったのは勧誘だけ。でも勧誘効能が置いてあった床の下の隠し収納にこの破れた研究報告が隠されているのを見つけたんだよね。最初にリュウジを陥れようとしたのはあいつに決まってる。悪い奴だな。案件を振り返って整理しよう。まず高塚さ勇は何らかの理由で法医の城山の腕を見込んで特殊な毒薬の調合を依頼した。でも城山は昔から九条家の人だったから当然それを断った。それでも諦めない高塚さ勇は同行していって城山の家族を脅迫に利用するまでになった。仕方なく城山はこのことを密かに九条孝之に伝えた。それを知った九条孝之は高塚さ勇に協力したふりをするよう城山に指示した。そして白霜が完成するとそれを利用して高塚さ勇を毒殺させることに成功したんだ。龍二はただ城山に誘導され毒を合成するのに肝心な肝油を高塚さ勇に飲ませただけ。事件が起こった後九条孝之は龍二に罪をかぶせようとしていたが、死罪にしようという思惑は九条さらに阻まれてしまった。ちょうどその頃珊瑚所長が再び調査を始めたんだ。事実がバレるのを恐れた九条孝之は城山を見捨て彼を死に追いやり、彼と接触した痕跡を全て消してしまった。しかし彼はそれでも秘密の処方を隠して保管していた。欲張りだったんだね。今後必要が生じればまたこの手口で密かに誰かを殺害するつもりだったのさ。九条孝之ってやつひどすぎるぞ。えい、告発すべきだ。もっと痛い目に合わせてやろうね。それは難しいね。彼の倉庫から見つけた研究日誌だけじゃ何も証明できやしない。僕なら100種以上の口実を思いつくね。逆に誘導されたとはいえ龍二が送った勧誘効能は確かに高塚さ勇を死に至らしめた。それで罪にならないよな。偶然っていうか、うい、おいら法律に詳しくないんだけど。法的には事故と判断される確率が高いだろうね。だけど実際は一部の責任を背負うことになるかもしれない。お前は龍二を守りたくて、だから今まで真相を隠してたのか。肉体的な拷問なんかより
精神の傷を癒す方が難しい。リュウジがこの事実を受け止められるかどうか僕は心配していたんだ。彼は子供のように純真で、自分に優しくしてくれた人を無造作に信頼し愛している。だから真剣に高塚さん勇を父親として慕ってた。高塚さん勇がいい人なのか悪い人なのか、自分がサンゴに使い走りにされてるだけなのか、彼は今まで考えたこともないでしょ。僕がなぜ探偵所を離れたのかも。もし高塚さん勇のことを彼に話したら、彼は事実を受け止められないかもしれないね。見抜かれちゃったか。僕はそこまでの覚悟を持ってない。リュウジが傷つかないように事実を隠したんだ。だけどそれはかえってリュウジの成長を妨げたんじゃないかって。僕のやり方は正しかったのかな。周りの人は僕の頭が切れるからどんな案件だって解決できると思って助けてくれなかった。話したしていつも誤算。ご冗談を平蔵さん、あなたが解決できない問題はないですよ。だけど君は違う。そんな偏見を全く持ってないだろ。君はいろんなところを旅してたくさん経験してきたから見識が広い。そして一番大事なことに、君は特別で信頼に値する人だって僕の直感が言うんだ。君なら僕を助けてくれる。そうでしょ。だから真相を明らかにするかどうか君に決めてもらいたい。ああ、僕に言う必要はないよ。ここで答えを聞かなくったっていい。僕はもうこの面倒事を君に任せることにしたんだ。さあ探偵所に戻ろう。道中でゆっくり考えればいいさ。心を決めたら結果をそのままリュウジとサンゴに伝えてくれ。人に平蔵さん、お戻りが早いですね。きっとお疲れでしょう。さっきカツ丼を買ってきたので、どうぞ召し上がってください。食べたいところだけど、リュウジは事件の結果が気にならないのか。どんな結果であろうと今からそれが変わるわけじゃありません。だから今は空腹を膨らませるべきです。それに万が一サンゴ所長が喜ばない結果だったら、後で食べられなくなるかもしれませんので。リュウジ、大人なんだからしっかりして。まずは旅人から結果を聞いてからにしましょう。僕のことは気にせず自由に答えてあげなよ。みんな君のことを信頼してる。そして僕は二人以上に君を信じてるよ。いきなり受け入れろとは言わないよ。だけどちょっと待ってください。ちょっとだけ。急にお腹が痛くなってきました。サンゴ所長、休暇をいただいてもいいですか。もちろん、何日とっても構わない。リュウジ、大丈夫かな。こんなことになるなんて思ってなかった。一人にさせてあげよう。受け入れられると思うよ。でもやっぱり心配しちゃうよ。もし明日来られなかったら。安心しないよサンゴ。そしたら僕たちが探しに行くから、君も気持ちを整理したいでしょ。Thank you.
たのね。心配しないで、リュウジは朝一から来てるから。思っていたよりずっと大人だったみたい。落ち込んでないか心配してたんだけどね。でも彼の様子を見る限り多分問題ないはずよ。寝付けの弦まで買い物に行くって言ってたわ。僕たちも行こうよ。ちょっと待って、映像。あなたが出て行った時の言葉、その意味がなんとなく分かったような気がするわ。そうかい。サンゴ所長にご理解いただけて本当に嬉しいよ。じゃあリュウジを探しに行こっか。様はとても男前でしたよ。それから私のことはお兄さんと呼んでください。でもリュウジおじさんはもう年だよ。それでもお兄さんと呼ぶんです。どうして？出ないと徴用の女がおかしくなってしまいます。え？あなたたちは誰？僕たちはリュウジお兄さんの友達さ。そして君の父上の友達でもあるんだ。本当に？今日は父上の友達に会えるなんてすごく嬉しい。父上について詳しく教えて。もっと聞きたいの。ああ、いくらでも話してあげるよ。彼の物語は君が大人になるまでに聞ききれないことがたくさんあるからね。わあ、すごい。じゃあ遅めに大人になろうと。100歳、いや300歳にしようかな。300歳で大人か。それだけあれば物語を全部